トゥルチャは、ルーマニア東部の都市、トゥルチャ県の県と、トゥルチャは、紀元前にアイギッススの名で、シケリアのディオドロスの文書において言及された。オビディウスは町を、次女、エクスポントで触れ、町の名は創建者である、ダキア人にちなみカルピウス・アイギッススと名付けられた。と書いた。紀元前15年から12年まで続いた戦いの後、ローマ帝国が町を支配した。 ローマ人は、自らの設計図に沿って再建し、彼らの技術と建築的視野から街を再編した。現存する死壁の廃墟と防御用途は、ローマ人の痕跡を物語るものである。考古学的発掘物が、トゥルチャ考古学博物館に収められている。アイギッススの要塞化された街は10世紀まで、他の文書にも記載が残されていた。5世紀から7世紀にかけ、 東ローマ帝国の支配を受け、その後ブルガリア帝国の支配下に入った。10世紀から13世紀には、ジェノバ共和国に支配され、その後ドブルジャのブルガリア貴族ドブロティツァが事実上の支配者となり、1390年以降、バラキア公ミルチャ一世が支配した。1416年、オスマン帝国に侵攻され、その支配は、その後460年にも及んだ。 トゥルチャがドブルジャ地方と共にルーマニアに併合されるのは1878年である。1848年頃トゥルチャは小さな造船所のある都市のままで1860年には都市特権を授かり県の中心都市となっていった。2002年調査によるとトゥルチャ人口は9万1875人で92.3%が ルーマニア人である。目を引く少数民族は3.4%のリポバン人、1.4%のトルコ人である。元々の土着民族であったブルガリア人は1941年のクラヨーバ条約締結により南ドブルジャがブルガリアへ返還されたためトゥルチャを含む北ドブルジャを離れた。ありがとうございます。